あの日。流星のような一本の光が俺の前を通った。うちに来い。俺が住んでいるアパートを紹介する。畜生草、俺たちは青竹と呼んでいる。祝万世。ジグザグすぎて0点しがれてる。それが意外なハーモニーになって。サッカーがやりたいっていうか女の子だよな。1938年、神のわらべって書いて神道、よろしくね。触れなと。絶妙なバランスで成り立っている。ご存知ですか、タンザニア。ちゃんと最後まで聞いたのか。何やってんだ俺。ずっと待ってたんだよな、あいつ10人揃うの。ついに俺たちは10人になった。この10人で頂点を目指そう。出よう、みんなで箱根駅伝に。風が強く吹いている。10月、放送スタート。